はい、こんにちは、伊藤です。今回は失敗しないアガベの冬の発根管理のやり方を動画に撮っております。はい、まずは開閉するところから始めたいと思います。今回の株はすべて中国株です。で、こちらの7つの株になります。若干のトゲやフィラメントの剥がれはありますが、まああと笹の液は葉が一つ折れていました。まあしかし、腐れたりとか枯れたりはしてないので、まあ想定内の範囲だと思います。はい、それでは準備するものは、瓶と、促進剤、根やフルバを切るハサミですね。促進剤はメネデールとルートンを使っています。メネデールはあらかじめ希釈したものを作っています。まずはフルバと枯れた根の整理をしていきたいと思います。もうこのようにカラッカラのやつは全部切って大丈夫です。それでは切ります。はい、根を整理した状態です。はい、このようにもうすっきりしたと思います。これぐらい根が落ちました。それではルートンをつけていきたいと思います。正直ルートンはまあ保険程度でつけてるので、まあそんなに丁寧にしなくてもいいとは思います。まあこんなつけなくても土に突っ込んだらまあ本当ほぼほぼ出るので、まあこの辺はなしでもいいとは思います。すいません、カメラ撮りながら片手でやってるんで、ちょっと両手でするときは撮れてないとこがありますけど、ご了承ください。はい、とりあえず全体につけていきました。まあこんな感じですかね。はい、それではメネデールの方につけていきたいと思います。まあもういっぱいいっぱいひたひた入れて根がしっかり浸かるようにするような感じでいいと思います。まあやり方としてオキシベロンとかダニコールにつける方もいると思うんですけど、まあ今回は使っておりません。で明日、土に植え替えて、まあ、オキシベロンに浸すような感じにします。でまあその水を交互に変えていくような感じになります。まあ、オキシベロンとメネデールを交互にやっていく感じです。で、発根した目安として、葉がシワシワなやつは入ったのがわかりやすいです。まあ、ほんとシワが取れたら、まあ、根付いているっていうことになると思います。まあ、発根したことを入ったって言うんですけど、あ、これは勝手に僕が言ってるだけなんですけど。で、硬い葉に関しては、こちらは新芽が展開しだした時が、入ったってなります。この後、王妃雷神錦だけ、もう株分けしました。もう全部株を分けて、それから植えていきました。はい、1ヶ月経った状態です。どの株ももう入っていると思います。まあ、下葉はほとんど、持っていかれることなく、無事根付いております。まあ、新葉も展開しだしていますので、少しロゼット状に綺麗にまとまりつつあるような感じです。まあ、これで経過を見ていきたいと思います。はい、2ヶ月経った状態です。こちら、結局下葉を3枚ぐらい取っていかれましたね。まあ、でも死んではないので、はい、こちらも、ちょっと葉が一つほどなくなりました。でも小株がもう出だしてますので、順調に成長していってるような感じです。こちらも2つ3つ葉を持っていかれました。こちらはもうそのまま成長を続けていっております。こちらは葉枯れることなく、ほぼ成長していってます。こちらもいい感じです。はい、5ヶ月経った状態です。はい、こちら綺麗に、フィラメントも綺麗ですし、ロゼット状に育っております。こちら、なんと小株がもうすでにこんなに大きく成長しております。楽しみですね。まあ、葉の展開としては遅いですけど、笹の息はやっぱり小株が多く出ますね。まあでも外した方が成長は早いのかもしれないですけど、とりあえずこのままつけておきたいと思います。はい。こちら、白中斑、小株ですけど、これだけ少し、センターのとこ、若干黄みがかってるんで、ちょっと楽しみですね。まあ、このまま白くなるかもしれませんけども、他のはもう大体白で、
まあちょっと多分最初なんで水がちょっと多いですかね。葉が割れてます。こちらも吉祥館錦2株順調に成長していってます。まあ模様の方もね、だんだんスリットというか入るようになってきましたね。まだ株が小さいんで巨種なんかはまあ貧弱ですけど、だんだん大きくなれば結構いい感じの赤さが出てくるとは思います。はい、こちらもまだ全然赤みなく、まあ、白気ですね。まあでも順調に成長はしていっています。はい、こちらも問題なく成長していってます。どんどん葉も展開していってます。はい、こちらも同じように展開してます。まあちょっと日が足りないのか、葉がバーッと開いてますね。まあでも健康ではあります。はい。こんな感じですね。まあ、すべての株問題なく5ヶ月経ちましたが、成長はしております。ご視聴ありがとうございました。